因数分解についての第4回テキスト丸五ページを開いてくださいいろいろな因数分解というタイトルで書かれておりますが実は因数分解は公式を利用すればできるとは言うもののその公式を利用する前に、えー、まあ言ってみれば前処理が必要だということがよくあります 特に大切なのは3行目から4行目について書かれていることです。いくつかの文字を含む式の因数分解については特定の1文字について整理すると良いという原則です。特定の文字に注目してその文字について整理するということですね。具体的にはどういうことでしょうか。5行目以降の例題見てみましょう。2ab プラス b 乗マイナス 6a マイナス 3b これを因数分解しなさい。 なかなか辛いわけです。この時に7行目から8行目についての考え方はとても有力です。与えられた式は A と B についての式なのですが、A については1次、B については2次の項なんですね。そこで、次数の低い文字 A に注目して、A について整理する。次数の低い文字について整理すると因数分解が見つけやすい。こういう原則があります。 9行目以降の解でありますね。2ab-6a。これ a を含むやつですね。それを 2a でくくりまして、9行目の右辺。2a かっこ b-3。残りは b 事乗 -3b ですね。それ9行目の右辺のように変形できます。a について整理したわけです。a を含むもの。a の一時の項と、a に関する定数項。で、そうすると、 A を含むところは 2A カッコ B マイナス3。B マイナス3という因数が出てくると嬉しいなってちょっとここで期待するわけですね。で、そうすると9行目の右辺の道は右が B 乗マイナス 3B。B を繰り出すと10行目のように B カッコ B マイナス3。こういう風うになる。そうするとなんと10行目の式というのは右辺は B マイナス3というのを共通因数に持ってるじゃないかと。 じゃあ B マイナス3でくくることによって11行目に 2A プラス B×B マイナス3とこういう因数分解できるじゃないかというわけですね。この問題ではこの B について整理するという方法でも解けるんですけど、ぜひこの A について整理するというその解放がいかに簡単であるかということを経験してください。B について整理するという考え方でやることについてはですね、 14行目以降の例題。その考え方をマスターしてから取り組むといいと思います。12行目以下の問いは、先ほどの原則に従ってやれば何でもありません。さて、次の例題をやりましょう。15行目の式は、X、Y、いずれについても二次式なんですね。いずれについても二次式なので、まあ仕方がないから、X について整理するか、Y について整理するか、どちらかなん,なんですね。 どちらにやって、でやっても似たようなものなんです。で、ここでは、X について整理するという方針で解いています。17行目以下の解ですね。X について整理すると18行目 2X の事情プラス Y プラス10倍の X。これがすぐわかりますか ?17 行目の式の X の1字の方が XY っていうこと、10X っていうのがありますね。 まとめて、開いて y プラス10カッコ閉じる場合の x とこうなるわけです。であと、残り定数項でありますが、あーマイナス y 次乗プラス 4y プラス12ってあるんですが、ここのところをマイナスでくくり出しておきまして、マイナス1をくり出して、カッコ開いて y の次乗マイナス 4y マイナス12カッコ閉じる。こういうふうにします。で、どうしてこういうふうにしたかと言いますと、 この、この、y の事乗の係数が、まあ、マイナス1よりは1の方が分かりやすいというふうに思っているわけです。で、y 事乗マイナス 4y マイナス12という、これ y についての二次式ですね。で、y の事乗の係数が1ですから、こういう場合には、かけてマイナス12、足してマイナス4となる2つの整数が見つかったらいいなというふうに思うわけです。 で、かけてマイナス12、足してマイナス4となるような2数として、マイナス6と2というのがあるわけですね。で、このことを発見することによって、18行目の式が19行目のように変形できるということです。18行目から19行目に行くときに、X に関する二次式の定数項に相当するのが Y に関する二次式ですので、ここでまず因数分解を一回やるわけですね。 よろしいですか ?19 行目の式が出てきます。そして、この19行目の式が出てきたら、この19行目の式で、これ X に関する二次式として考えてますね。X の乗の係数が2でありますから、いわゆるたすき掛けの因数分解が必要になるわけでありまして、X の次乗の係数の2、これを1かける2と思いますね。そして、19行目の定数項。 えー、マイナスカッ Y プラス2かける Y マイナス6。で、これをですね、右の欄外の図式にあるように、上の方に Y プラス2、下の方にマイナス1倍の Y マイナス6。と、こういうふうにしてたすきがけをいたしますと、1とマイナスカッ Y マイナス6カッ閉じる。これをかけたものがマイナス Y プラス6。2と Y プラス2をかけたものが 2Y プラス4。 これを加え合わせてやると、ちょうど y プラス10となって、19行目の式の x の係数 y、y プラス10っていうのはちょうどうまく出てくるわけです。これうまく出てくるからいいようなもんで、これうまく出てくるとは限らない。えー、例えばですね、間違って、この右側の図式の方、マイナスをですね、y プラス2の方につけて、y マイナス6の方のマイナスはつけない。こういうふうに考えると、答えがうまく出てこないわけですね。 実際上の方の式、えー、2y+4 って書いてあるところはもしこれ符号逆にするとマイナス -2y-4 となってで下の方が y-6 マイナスっていうふうになりますからこれを加え合わせるとマイナス -y-10 マイナス10ってこういうふうになってしまうわけです。でそうすると x の係数19行目の式の x の係数と合いません。でそういうわけでうまいものを見つけるという苦労がここにまたあるわけでありますね。 そして、まあ、し、しかしながら、うまいものが見つかったとすると、それをたすきがけの因数分解で、20行目のように、えー、因数分解ができる。というわけです。x プラス y プラス2。それに x、2x マイナス y マイナス6。あ、y マイナス6が括弧がついてますが、こう因数分解できる。で、最後に、その中括弧と小括弧統一、まあ、するというか、20、えー、括弧を外す形にして、21行目。 このように書き直すということです。このあたりになりますとかなりめんどくさいですねで。実際私たちの問題においてはですね、これを y について整理するという形で因数分解する方が楽だという面もあります。実際 y について整理して因数分解するっていう場合、最初にマイナス1でくくってやりますと、y についての二次式の因数分解では、 たすきがけの因数分解が必要なくなります。しかし、その前段階において定数項の部分の因数分解でたすきがけが必要になります。このような難しい例題は、よほど集中して勉強しないとなかなかマスターできないかもしれません。じっくり時間をかけて、そして問いの問題にも取り組んで、しっかりとマスターしていただきたいと思います。 やっていることは基本的には簡単なことでありまして、たすきがけの因数分解とか出てくるとは言うものの、本質的には一つの文字について整理するということ、それがベースになっているということでありますね。テキスト丸6ページの例題に行きましょう。三次式の因数分解、大変有名なものでありまして、いくつかうまい方法もあるのですが、原則は、 三行目に書いてある。一つの文字に注目して、それについて整理するっていうことですね。四行目のように A について整理するという方針に立ちますと、与えられた式は A についての二次式として、六行目のように整理されるわけです。えー、A について項べきの順に整理しているわけですね。最初は A の辞書、その次は A の一条、その次は A についての定数項っていうわけです。 でこういうふうに A について整理いたしますと、B-C という共通因数があるなということが見えてくるわけでありますね。6行目の式の第2項というか A の1次の項。その係数が B 乗 -C 乗。ここが B-C×B プラス C というふうに因数分解できること。このことを通じて、 7行目の式を8行目のように全体 B-C という共通因数でくくり出すことができるで。そうすると8行目のブレースの中身 A 字上、マイナスカッコ B プラス C カッコ閉じる場合の A、プラス BC。ブレース閉じる。とこうなります。で、ブレースの中身これは A に関する二次式ですね。かけて BC、足してマイナス B、マイナス C となるような BC が見つかればよい。 そのような BC として、マイナス B とマイナス C があると。というわけで、8行目のブレースの中身、中括弧の中身が A マイナス b かける a マイナス C。こういうふうに因数分解されるわけです。で、9行目で、まあいわば最終的な因数分解までできたと言っていいわけですが、これは、10行目のように B マイナス C-C マイナス A-A マイナス B。こういうふうに書く方がエレガントである。 というふうに、えーまあ、思います。で、どうしてかというと、このように書くと、ABC に関して、えー、ぐるぐる回りっていうか、これよくサイクリックっていうふうに言いますが、右に図式がありますね。A が B に行って、B が C に行って、C が A に行く。でこういうふうにこう、くる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 回る形になって、まあ、ABC に関して何か特定の一文字について優遇しているという感じがなくなります。で、そういう意味で、このように、えー えー、十行目のように書くことが、まあ、好まれるわけですね。しかし、これは一つのファッションでありまして、そんなに本質的なことであるわけではありません。えー、同じような趣旨の因数分解の問題として、十二行目以下の問いの問題があります。一つの文字について注目、一つの文字に注目して、それについて整理する。そのことによって、えー、複数の文字を含む式の因数分解が見つかる。という話です。 今回、3つの例題を取り上げました。どれも眼知深いものでありますが、特に重要なのは、丸五ページの例題、下の方の例題ですね。15行目の例題ですで。このような難しいものになりますと、マスターするのは容易でありません。容易でないということを分かった上で、練習を積むことによって、このようなものについてもひるまない。 そういう実力を身につけていただきたいと思います。いずれにしても大切なのは、複数の文字を含む式の因数分解においては、一つの文字に注目して整理するという原則です。